ない、試合チームは。あー、終わっちゃった。もう何も起きず、140ゲーム。いやー、でも相当相当。よっ、キョッ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 。いや、なんか、やったね、2人で継続。嬉しい。いやこれね、今いるモードが心配なのよ。はい、マガン悪いことに音楽消せへんかった時に7揃いというね、もう何から何まで噛み合ってない今日は。ダメですね。いやー、900枚やろ。うん、ちょいとなんか起こした。そうですね。ああ、みゆさん、こないだ、はい、こかつさんの横で売ってたじゃないですか。はい、あの後悪夢にうなされたりとかしなかったですか。かわいいなって思う。え、みゆさん本気で可愛いと思ってる。いや、思ってる。ほんまに。え、多分女性の人も多分みんな思うと思う。本当に。じゃあ、うん、あの人が真剣に口説いてきはったら、あの妻子持ちじゃなくて独身やってね。あの、ちゃんとあのあれなんですね。あ、待ってね。今日チェリー引いた。ここで。ごまかすなよ今日チェリーね。他にが、いや嬉しいですけどね。嬉しいけど。今は彼氏いらないっていう感じ。みゆさんがむちゃくちゃ彼氏欲しい時、あ、欲しい時だったら、欲しい時やったら、欲しい時だったら。いや、私年上に行ったことがないんですよ、一度も人生で。あ、また気持ちで聞いた。よしよしよし、何かしらか。そう、何かしら、何かしらはあってほしい。本当に本当に。いや、そうですね。いや、逆にためさんが女の人だったとしたら、他に口説かれてもちょっと NG だなって思うってことですよね。いや、絶対鏡見ろって言うよ。今日チェリーで多分チャンスオン入りましたね。マミさんだ。マミさんはベルですね。でも短い間に今日チェリー2回聞いてたし、聞いてるから上がっててほしかったっすよね。でも本当にね、あのキューベイチャレンジに昇格しててほしかったな。言うて俺また駆け抜けですわ。あ、残り7ゲーム。あー、ダメそう。ベルは3回引いたけど。あ、そう。あ、はい、駆け抜け50ゲームの201番。あららら。おお、2セット目。2セット目ある。なんでだ。まあ単純に7揃いで2セットが選ばれたってことですかね。そんなことあるんですか。あー、下手だ。いやー、やったら伸ばさな俺も頑張って。あー、何にも起こらん。あと30ゲームあるから大丈夫。おっしゃー、やった。乗せ格ですよね。乗せ格です。あー、やっときた。あ、まあ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 、引けることに。ボーナスが、あとはボーナス欲しいよ。欲しいな。あー、無理っぽいな。あー、ナイスだ。なさそうですね、確かに。いやー、ちょっとマギクエ欲しいな。早ない。あー、あるかも。全長めっちゃ早かったんですけど。めっちゃ早かった。こんな早いの見たことないぐらい早かった、ね、ここで、あー、なんかチャンスアップないけど、ない、いけるのでは。いけないんだ。いけないんだ。いやー、ちょっと今の全長短かったから ね、からちょっと期待しましたね。ワンチャンあるかな。マジか。ラスト。おお、最後に。いや、でも、でもないか。はい、110ゲームの288枚はもう。おお、え、なんで、なんで3セット目、うん、え、なんでなんでやろ。え、それやったらめっちゃチャンスイカさんと上がるやん。そうなりますよね。ほんなら引けんな。引けないですね。マジで頼むわ。あかん、ラスト。
終わりあった160ゲーム363枚、まあ上どういう4セット目めっちゃ薄いの聞いたんか、何が起きてんの、何が起きてんの、4セットとかあったっけ、あーやってきた、ついに、あ、キョウチェリーがいいな、キョウチェリーだといいけど、キョウチェリー来た、あー来た、うまい、しかも広角っぽいんすよ、2乗よ、でかいでかい、からのですね、これはボーナスはないかな、あーもうボーナスは多分ないですね、あーチャンス目、おチャンス目乗らへんかった、ボーナス、え何、ボーナスもあるかも、えチャンス目って乗せ角じゃなかったんですか、乗せ角、あじゃあ今裏に回ったんだ、多分次ここで、あーここか、うわボーナスありそう、あーなんかそうっすね、せやせやせや、押し順が出てへん、あ、スイカだ、こっちか、ボーナス、やったー、来た来た、よしよし、いや、乗ってきましたよ、すごいすごい、あ乗ってきた乗ってきた、すごい上手、私もうなくなっちゃうよどうしよう、あー来た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 、いいよ、上手、いいですねいいですね、やっと4セットあったらやっと形になる、はい、そう、さすがにねさすがにこれを逃すほど私まだもう6投してないので仕留めてくれてよかったです、本当にこれでまあ500、600枚弱ぐらいは行ってくれるのか、はい、7揃いなしで、獲得が557枚、500超えましたね、行ってくれた、 OK OK、 割とこの準備中が大事だったりするからな、そうですよね、そう汚れ溜めるにしても、そうむっちゃ溜まっていくじゃないですか、うん、で初代より全然ここハマるイメージ、わかります、あるから、うん、あーここで強制引いたら嬉しいけど弱者っぽいな、うん、あーでもすごい、まあ、オッケーオッケーオッケー、いいよ、向こうって向こうって、あーいいですね、はい、おーおーしゃきた、花火が久しぶりに見た、ナイス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 、いやーやるぞ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 、3桁3桁3桁、そう3桁3桁目標よ、3桁ここで3桁よ、あ、アミさんがいる、アミさんがいる、アミさん、おあ、よかった、あーこれゼロはないんですよね、そう、あ、でも引いちゃった、あ、マジか、10ゲーム、いやそこがある、で、早くいける、あもうこれがあんねん、もうやっとの思いで入っても惜しかったな、やっとの思いで入れたのに、入れたのにね、やっとの思いでしたけどね、もう一回な、おお20、おやった、あ、チャンス目だ、あーそうかそうか、あーよかったよかった、またまたチャンス目、あーやった、嬉しい、乗ってきた乗ってきた乗ってきた、え、これ裏回ったってことですよね、多分の、の、最初の方で当たってなかった、あ、そうですね、いいな、ちょっと待って、やったやったやった、オッケー、いいぞ、あ、ちょ、あ、そうか、これは関係ない方か、まくれそうですね、いや、ちょっとその、その毛が出てきましたね、ちょっと7揃いさせたいな、ねえ、事故らすための可能性、うん、チャンスを欲しい、青、はい、681枚、おお、乗せ角ですよ、よーしよーし、やったボーナスも、うん、
る、でかい。あるかな。あ、まだわからん、まだわからん。あ、まだわからん。あ、マギクエがあるかも。いや、マギクエはあってほしいな。すいません、私、はい、3枚目ね。本当に大丈夫、大丈夫、本当にいける。さあ、私これで投資にトントンです。800万、トントン、すごい。なんでこんなことに。あ、弱ー。あ、入らへんじゃん。入んなかった。入らず、入らずと。いや、でもフラ乗ってた気すんな。あ、そうだ、4セットが終わって、ね、5セット目が、ない、フラがない。はい、855枚。あ、さすがに、さすがになかったですね。48ゲームで得点。あ、でもこれバレたいってことはこれ引き下ろしの方ですか。そうだね、もう突入率やばいっすね。すごいね。入ってないの1回だけ。はい、デブか。こんな感触ある番長打つのいつぶりだろうと思って。いや、ほんと見ててそんな感じするもんね。え、普段打つのがパチンコの方が全然多いんで、こういったところがスロットならではの面白みっすよね。まあそうだね、そういうのでいろいろ推測しながら打ってくっていうのは。あららららあらら、また当たっちゃうこれ。62ゲームで8点。次回予告出ないか。おー、これはもう行くでしょう。いや、もうベルなくても当てる。ああ、でも一応ね。いや、大事よ、はい、油断しちゃいけないですからね。はい、ダメ押しのベルと。はいよ、ちょっとその台やばいな。これはマジですごいっすね。66ゲーム希望の白特訓から、まだ200もハマってないじゃないか。本当だね。ねえ、いや、めちゃくちゃ楽しいですもん。そうなると楽しいよね。まあ、AR で一緒のボーナス1回も引いてないのにこんだけ楽しいですからね。引いたらどうなっちゃうのっていう。でも俺4回連続1ボーナスで設定2だったってことあるよ。これはベルカウンターの方で発展ですね。まただ、通り実習か。お、波出し、スタンスアップきた。 NB もう一度下さって、これいくでしょう。大丈夫なはず。ぬんぬん、おっし、いいね。さあ、とりあえず一発目。さあ、おお、マジか、取っていく、マジか。さあ、これで3セット目まで。うん、まあでも3セット目まであるかどうかでね、やっぱ BB を引ける可能性が全然違う。これ番長3の楽しいとこっすよね。いや、ほんとそうよ。いや、で、久々に打ったらめちゃくちゃ楽しい。そうっすよね。さあ、対決。あ、てか今あれ5打ち言ってたっけ。やべ、話に夢中で見てなかった。言ってた気がするんですよ、ゴーダジに。ゴーダジ言ってた？言ってた気がするんですよ。だから、この中対決めちゃめちゃ大事だと思う。これで言ってなかったらどうしよう。言ってるっすよね。そうですね、帯出てるんで。よし、そろそろね。なんかいいな、噛み合ってるな、気が。おい、白白。いや、頼む、頼む、一回そうなんだよな、中対決ってそうなんだよな。2回じゃ足りんか。今ちょっと2回ベル引いて、あ、いけんじゃねって思っちゃったのが良くないっすね。いや、それはしょうがない。あ、それはしょうがない、うん、それはしょうがない。中で2回引いてやれなかったら、まあしょうがない。それはコカリーでもちょっと思っちゃう。それは思う。よかったよかった。で、今ベルが31なのよ。
でこれが32超えたら怖いなっていう。確かに。でゲーム数も今もう450だから、ね、実戦時間とか考えるとどうなっちゃうんだろうって感じになりますもんね。もうこれは映ることを捨ててボーナスタイプに移行するっていうのもあるな。俺あ中途半端なとこまで行く前に。そう、それはナスなんだ運命共同体なのか、まあ、確かに一旦作戦会議は必要かもしれないですけどね。いやボーナスタイプも全然打ちたいですけど、なんかトメさんとミュウさんの方を撮影してるスタッフさんに話聞いたら、どんな感じなんですかって聞いたんですよ。あの2人が並んでて初デートの大学生みたいな感じらしいです。なんだよそれ。めちゃめちゃ初々しい感じになってるって。なんだよそれ。いやトメさんが女性と並んでる絵なんか最近見てないからかなり貴重映像がこのヤベンジャーズが見れるんじゃないかと。あんだけミュウちゃんに前回前々回セクハラめいったことしておいて、いざ二人っきりになったらそう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 、童貞かよあいつ。二人っきりになったら何もできないんすよ超ダセーじゃん、私はそんなこと言ってる間にベル32超えました。僕も今ねちょっとここを欲しいんですよ。ストック多分ないんで、あと1回ベルを引いて残り5ゲーム。いやー微妙。これで MB、 あ今全長いってて、うわーダメだ、やばい、引かないとやばい。これはうわめちゃめちゃ引けない。引けないんだよ10ゲーム近く。よしなんとかチャンスを繋いだ。ラスト1ゲームのとこしたね。飲まれたよ俺は。あマジっすか。さあストックがもうあるか分かんないんで、この対決は大事。全部中、あベル来た、頼むここは繋げたい。ダメかい。そうなんだよ、ノリオバドミントンはね、ちょっとしたチャンスアップがあっても本当勝てない。これはちょっと、あれ確定してるストックはなかったはずなんですけど、嬉しいパターン来い。なんだよということで3セット520枚。ダメか。まあ順調だね。単発が多分ないんですよね。そうだね、うん、まあ引き戻しからは一脚だったかもしれないですけど、かなり細かくいい感じで、あれしかも今ジャージだった。いやもうダメだ、怖い。もう番長すりゃこういう気持ちになったらもうね、諦めないで。打っちゃダメなんだ、打ち続けちゃダメなんだ。やだやだ、だってそんなもう3人で並んでパチンコ打とうとしてるんでしょやだやだやだベルだ、やだやだやだ。いやもうベル122だっさ。あもうそれ天井まで打たないとダメなラインですね。やだよ、そう、あいや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 、打たないと。122だよまだ。122はもう行くでしょう。行かねえわ。もう後ろもほらもうみんな目ギラギラしながら見てますよ見て誰も打たん、ね、狙われてますよ完全に。150とか160でしょ確か。いや120はもうロックオンされておりますよ。打ったね、いい、あげるよ誰か誰かあげますよダメですよ。ほらもう全然ベル揃わなくなってきた大丈夫、これからすごい引けるっす。あらどっちだ、あれ割れない。他になんか引いたんじゃないの。僕直前で引いたら弁当箱だったんですけど。マジで。そうすると、まあ、強対決とか、ね、確定まで可能性としては強対決ですね。あどうだろう、他引いたっけ。あれいや今日対決、そうですよね、うん、いやじゃあさっきの弁当箱だ。やだコカリーが当たってほしいいや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 全然全然全然ノリなんてそれは全然あれですけど、 3人で並んでパチンコ打つんでしょ知ってるもんやだやだやだ、だってもう外しちゃった。もったいねえ、しょうがねえ、でもしょうがねえこれはダメだ。俺今ねそんな気がしてて、しかも今2ゲームしか続かなかったっすね一番悔しいやつ ねえ。そう、コカニーの方に当たりを押し付けようとしたから最悪の結末を招いてしまった。対決にもいかんや。さあ、ベル32、これは出るか。ああ、もともと決まってたんだ、ここまで。さらにさっきの弁当の弁当ケーキの、対決1回ベル32スルーとスルー
大丈夫、何が大丈夫、大丈夫、39、しかもちょうど128っていうね。あ、じゃあもうそこからはもう打たなきゃいけないラインっす。これ10日交換ならね。そうね、ってことはもうより打たなきゃいけないじゃないですか。マジかよ、まあいいや。いやいや、何が起きるか分かんないからね。ただどうなんですかね、相談行くのはいいかもしれないですね、みんなで。まあ大丈夫、これでちょうどお金もなくなるから。まあ言ったら4味一体じゃないですか。そうよ、みんなでどうするのかっていうのをちょっと考えた方がいいかもしれないですね。とりあえずこれでもうなくなるから、これなくなったら行こう。はい、あ、そっか、それで20本ちょうどっすか。そうです。もうめんどくせえ、フリーズとか引かねえかな。いや、ベルギア店長なんて俺何年も行ってないよ。まあ、だいぶ遠いっすもんね、まだ。さあ、これ僕の多分まだ弁当のやつのケーキだと思うんだけど、違ったな。え、あ、でもこれはありえるのか。わお、ここで MB ってことは2ゲーム目でベル、どうだ。おお、続く、これある、続く、これあるよ、これある。番長スリップルのコカニーがそう言うならダメか。惜しかった。熱かったですね、熱かった。いや、これはみんなで並んでのパターンあるんちゃうかな。こうなってしまうと僕まだ全然天井遠いですしね。あと170もある。そんな天井なんて考えて打つ台じゃないじゃん。本当はこの台で俺はもう今ついにこの中途半端な時間にモード A をループしたんだよ。だこれはちょっと意識しちゃうところですよね。何が、あの天井もっていうか、もうやめたい、やめたい、やめたいと思った時に130なのベルが。勝ちそう。あ、ちょっとみんなで考えましょう。そうね、でもここまで来たら確かになんかいるんじゃねえ、いるんじゃねえの。もうだって135だぜ。ねえ、僕一人だけ当たってもな。いや、俺もこれ行くとこまでしか、行くとこまで行くしかないよ。一緒にやれてやりたいっすよ。と言って僕さ、先行対決外してるんで全然わかんないですけど。はぁ、なくなっちゃった。いけます、これ対決だけ。ちょっとじゃ、ね、これだけやってみますか。これはもうね、これは勝ってるかな。これももらえますよね。すでに当たってるまであります。何からだっけ。これ一応カウンター割れたんですけど、一回対決発表したんですけど、あ、じゃあ天国なのかな。お、何も引けず、だけどもだけど、あー、勝っちゃう。いやー、すごい、264ゲームですね。皆さん、相談しに一緒に行きましょう。相談です。はい、うちの番が、はい、今日ね、我々普通のパスの番組やってる、はい、もう本当に絶好調。まあ6なん、いや、まあ、まあはっきりとは分かんないですけど、でもって言われても全然信じるレベルではあるし、まだそのチャンスセリーとか、ね、はいはいはい、うん、聞いたんです。聞いてない、通常 BB もう一発がない限り、はい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 、で、まあ、今またやるって当たったところなんですけど、で、小勝さんの方がちょなんで？そう、まあでもね、小勝さんがね、はい、そなんでそれ次、はい、なんでそれ話すけど、まあ、なんで？いろいろなんで？ちょっとあれなんですよね。え、なんでなんで？これ何？いや、これはおかしい。この、うん、本当になんだよ、本当に。いや、こっちの話や。スタッフさん会議。じゃあいいからちゃんと話せよ。あ、そうですね。ほんまに。そう、で、今まあちょっとその今2万円目の分を使い切ったところなんですね。これはありありなんだ。俺はこれヒールで行ったけど、ヒールで早く来て、もういいよ、ちょっともういいよ、そうそうそう、もういいっつも待ってるから。で、そうで、うん、2枚目がなくなって、はい、僕には AR ってあったとこなんですよ。で、まあ、小勝さんの方が今あれ何回でしたっけ。ごめん、話が全然入ってこない。天井何やさん、え、何やさん、話してるんでしょ。だってさ、ね、何これ、この番組の評価を上げたいっていう、ふざけないでくださいよ。そういうことにかけてるんですよ。俺が悪いの、ね、そう、黄色信号がついてるんやろ。俺が、ね、
だから俺は今日この番組はちゃんとパチスロでちゃんとね普通にそんな下品にならんようにそういうふうに心がけてやってるの。そう真面目に今作成会議で ね、それで真面目にね、うん、話しに来てるんやろ、ね、それなんでねこの初級に、ね、これはいけないよこうなってもこっち行ったら何で言ったら俺なのいろいろ終わる気がするからどうするのか回ってこないですよ2人でやるときは初めてですね嬉しいうわー今ね